自宅に帰ってきたよ。いや、そういうやつなんでしょ。そういうやつなんだよ。ほっといていいよ。うん。だから人気も出ないんだよ。人としてダメなんでしょ。配信者としてじゃなくて人としてダメなんでしょ。あんなやつと絡みたくないよ。はい、わたつ。こんばんは。いやー、リラックスできますね。ゆいこさん、どうもどうも。リラックスできますよ、やっぱり。ねえ、落ち着くね。自分の家が、やっぱり。落ち着きます。俺が帳簿をつけてなくて、今日、ステッカーが2枚売れて、ステッカー他にも、ユバーバが27で、これでしょ。ユバーバの後に来てくれたのが、誰だ。いや、旅は、それをね、相談しようと思って枠開いたの。まだわかんない。ゆうこちゃんいらっしゃい。どうしようかなと思ってて。とりあえずなんだけど、まず、帳簿をつけないと。27。これかな ?27 にリアトツ来ていただいて。で、3000円だよな、この時。27、松島。キャスバーから帰ってきたよ、カオリン。ウギ会？ん？町会議からは遠いよ。俺、西新宿。住んでるのは。で、これは俺の定番の BGM だね。ちょっと待ってね。3000円買ってくれた人は。うん、お疲れ、カオリン。どこだ。リアトツ誰だったっけな。ドバスレしちゃうんだよな。酔っ払ってっかんな今、うん、何人ぐらい。残念な月、コマティン、ヒカルくん、ギノワンワンワン、俺、金映え新八丁。8人じゃん、有名どころは。あと、まあ、なんか、いっぱいいたね。うん。この時、リアドしてくれたのは誰だろう。うん、あ、マーニャか。マーニャか。マーニャだ。マーニャが3000円。マーニャ。マーニャが3000円で、あといたっけな。で、リスナーさん満席だよ。もうずーっと人がいた。満卓だったよ。
で、マーニャが来てくれて、で、その後は、その後は、うん、おやすみ、ナタリー。で、今日が30日。4月の30の日曜日か。飲んでるんじゃないの？わかんないけど。多分飲んでるだろうね。ヨッサンが全然飲まなかったのを笑ったけど。あ、ヨッサンやばいね。あれ死ぬよ、本当に。ヨッサンマジでやばいと思う。今日、いや、旅に比べたら全然疲れてないかな。旅に比べたら全然。旅の方が疲れるよ。てか、なんか光強えな、今日。うん、ただいま、にゃんにゃん。ちょっと一回お金の集計します。旅配信の。ごめんね、ながら配信で。いくらあんだ。1000円。うん、しょ。旅のご支援を計算します。1234567891000円。1234567。あと4000円足りない？ 4000 円？合ってるか？ 89。 すげえな。いや、皆様のご支援のおかげで旅が継続できてますよ。5、6、7、8枚の3000円。よし、ぴったしカンカンです。ぴったりです。大丈夫で、これで旅の資金は OK と。
の支援金はこれで OK でしょ。スタートにしようかな。どっちにしろ戻ってこないといけないかな。どう思うみんな。どっからスタートにするかだよな。マジで迷うよ。お金の数え方は、なんだ、レジとかやってたからね。こうやって、まずここの間に挟むのよ。こうやって。で、こうやってやんの。で、こっちをこうずらすのね。親指を。で、1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、9枚、10枚、11、12、13、14。こうやってやんの。ずらして、親指で、左の親指でずらす。で、跳ねる。ずらす、跳ねる、ずらす、跳ねる、ずらす、跳ねるってこうやってやる。ダブルチェックだね。銀行員とかはもっと複雑なやり方するんだろうけど。後ろのスライム可愛いでしょ、ほら。スライム軍団。上にもいる。UFO キャッチャー得意なんですよ。うん、これ簡単だよ、覚えると。そんなに難しくないよ。簡単ですね。そうだね、今日町会議に行ってきて、あとその配信者のそのオフ会っていうか、まあ飲み会に参加したから、リスナーさんもいっぱいいたし、だいぶ増えましたね。一応声かけていただいた人数と絡んだ生主さんしかカウントに入れてないです。その会場にいた人とかはカウントに入れてないんで。で、次はふわっちか。ふわっちの給料日や。給料日です。月次なんで。課金。ワッチポイント履歴、交換、ペックス。給料日ですね。はい。今日は給料日です。めっちゃストイック。まあ、そりゃそうでしょ。なんか、数増やすための旅じゃなくて、前から言ってるけど、リスナーさんとか配信者に感謝を伝える旅だから、あくまで。その趣旨に沿わないのは全部外してる。うん、意味ないじゃん。今日は家で雑談しながら、まあ、みんなとどうしていこうか決めようと思ってたね。どんな感じで進めていこうか。今後の旅を。グッズは売れてないな。グッズは売れてなくて、
課金はどうやってやるんだ。あれ、ちょっと待って、詳細画面。5000ポイントから500円、交換帯は500ポイントから500ポイント。ポイント残高が不足してます。あれ、振り込み変わった？ポイント。交換単位がこれで。交換手数料50円だよな。交換単位申し込み。あれ？これでいいのか。OK。のんたん後ろに寝てるよ。OK。給料が入りました。よし。今月も頑張ろう。今月も頑張ります。配信業。とりあえずバッテリー買うのと、携帯電話直そうか。今月は、ちょっと、それに、時間を費やそう。のんちゃん、眠い？眠いの？眠い？眠い。眠い？オッケーオッケー、わかった。オッケーだよ。給料出たからのんちゃんご飯に連れてこうと思ったけど、のんちゃん眠いって。みんな的にはどんな感じ？旅急いででも見たい感じなの。どうしようかなと思ってて。みんなはどんな気分？とりあえずまあ、東京に戻ってきた理由は、一旦、同棲っていうか、のんちゃんは鍵渡してるから、同棲っていうよりもここ出入り自由なんだよ。のんちゃんは。どうしようかな。バッテリーとか整えるのに、アマゾン、アマギフとかで買うんだったら、そうだな。一週間ぐらい時間かかるし、
中途半端になるよな、今出たら。一回ね、荷物の整理をしたくて、持ってくものと持ってかないもの、ちょっと考えてなさすぎた、いくらなんでも。荷物が重たい重たい。パソコン3台持ってく必要なかったよ、本当に。バッテリーさえあればパソコン1台で十分。バッテリー買わないと。バッテリーを。バッテリー購入と、あと捨て頃もあるからな。どうしようか。みんな的にはどんな感じ？ハートプレゼントありがとう。いらっしゃい。ハートプレゼントありがとう。ズボンはまあ一着でよかったね。ズボンは持ってかなくていい。そんなズボン何回も洗濯したりとかめんどくさいしさ。めんどくさいね、正直。フォローありがとう。フォローありがとうございます。どうしよっかな。破れてたのは縫った、旅先で。のんたんがね、裁縫道具持ってきてくれてたから、あれはね、もう縫い終わってる。今破れてないよ。こんばんは、かぐらちゃん、こんばんは。いろいろ考えながらね。あ、夏希さん、どうもどうも。こんばんは。今月の目標金額は花火6000発で、あ、600発にします。花火600発にします。今家だよ。うん、見慣れた風景でしょ。いつもの風景でしょ。リア突人数増えましたね、だいぶ。おかげさまで。ありがたいっす、本当に。ゆっくりだけどね、確実にやっていけばさ、ゆっくりゆっくり歩いていけば、なんとかなるんですよ。俺はね、大手じゃないから、スピード感はないかもしんないけど、地道にやっていけば、なんでもできますよ。どんなことも。不可能なんてないんだって。
そう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 。地道にコツコツしかやる方法ないんだよね、本当は。本当は、地道にコツコツやっていって、その積み重ねができてる人間は、なんていうのかな。すごいことができたりとかするんだけど、そんなね、カリスマばっかりじゃないんですよ。みんな努力してますよ。今、大手って呼ばれてる人たちは過去努力してただけで。そんなね、スーパーヒーローなんていないんだよ。そうそう、見えないところでみんなコツ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 やってるだけよ。ただ単に。本当にそれだけだよ。だから人間はさ、目につきやすいところだけを評価しがちだけど、裏で膨大な努力が隠れてるんだよね。そこを見抜ける人間にならないとね。そうだね。まあ家からスタートだね。うん。どこ行こうかな、次は。いつ行こうか、どこ行こうか。迷うね。どうしようかね。バッテリーは1万5千円とか2万円とかそれくらいですかね。1個。で、2つ3つ買わないと多分24時間分回すのは対応できないと思う。相当な数買わないと。最低でも24時間回せるようにしないと、今のスタイルじゃちょっと、なんつうんだろう、雑談もできないし、何にもできないに等しいから、もっと頑張んないとなと思って。そこはまあでも先行投資だよね。そこは投資でしょ。配信業なんだから、みんな買ってるし。お金かかるよ。みんなタダでやってると思ってるけどさ、移動費、交通費、宿泊費。まあ家でだらだらね、配信やってる分にはお金かかんないかもしんないけど。こう、生活をしてこう、配信で生活をしてこうと思ったらストイックにないと無理だと思うよ。本当に。プロ名乗ってる人はやっぱみんなそれなりのことやってるよ。アマチュアとプロの差ってね、やっぱりね、素人がどう太刀打ちしても勝てないぐらいの成果を出してるよね。やっぱプロの人は。根本的に違う。
それが分かってる人がやっぱアイテムとか支援してくれるんだと思うよ。その配信っていうのは意外と大変なんだとか、本当はお金かかるんだっていうのを理解してくれてる人が支援してくれてる人が多いってイメージがある。何でもタダじゃないっていうかさ。だから事業家の人とかよく支援してくれるよね。まあこの配信やるのにこれくらいかかってるだろうっていう。家で寝っ転んでるだけじゃないからね。うん。そうそう。だから、何？花火月1ヶ月1回打ってくれるとかさ。みんながみんな支援しろとは言わないけど、やっぱそういうふうに考えてくれる人はありがたいよね。配信のことを理解してくれてるんだなっていう。ありがとうございます。よろしくお願いします、なつきさん。ありがとう。まあ、なんか、いい配信だったなと思ったらアイテムもらえると嬉しいよ。うん。先にアイテムよこせじゃなくて、あ、今日の配信面白かったなとか、今日頑張ったなワドと思ったらさ、風船1個でもさ、あ、ありがとう、ハート。ジェイさん、ありがとう。久々やるか。ジェイさん、ハートありがとう。ありがとうございます。そうそう。こういう積み重ねで僕は生きてるんで。昔ね、なんかいっぱい大量発生したんだよね。あれ何だったんだろうね。もういなくなったと思うけど。なんかアンチかなんかが大量発生してた時期があって。ニコ生の時だけどね。うい、アイスありがとう。ありがとう。いいんだよ。だって花火とか高いじゃん。ナオヤンさんフォローありがとう。高いじゃん。っていうか旅の20日間で400人フォロワー増えたわ。ありがとうみんな。ありがとうね。旅に出てよかったよ。アイスありがとう。400人増えたよ、リスナーさんが。すごくない？ 20 日間で400人は結構快挙だよ。これ配信やってる人だったらわかると思うけど。アイスダブルプレゼント、アイスプレゼントありがとう。ありがとう。アイスありがとう。アイスありがとうね。たくさんありがとう、アイス。おー、ズーだ。懐かしい。ズーありがとう。ありがとう。嬉しいです。ありがとう。こうやってね、みんなの、身内に投げさせて桜効果。何言ってんの？何を言ってんの？うん。そんな甘くないよ、配信。うん。何でもかんでも言いがかりつけて疑うのは良くないと思うよ。あ、ヒカルくんのリスナー。ああ、ナオヤンさんありがとう。うん。ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。バカ50個ありがとう。トイレ行ってくんね。
よろしく。ロータリーさん、こんばんは。いや、世の中にはくだらない勘繰りする人間がいるんだね。はいはい。体がバラバラとフォロー何？足だけとか、そうそう足だけとか。旅再開するよ。ソファーこれ2000円で買ったの。買い物上手って言われてる。2000円は安いでしょ。バッテリーはね、パソコンのバッテリーっすね。パソコン配信なんで。ズーありがとう。パソコンのバッテリー3発だから、4、5万かかるけど。次どこ行こうかなと思ってリスナーさんと相談しようと思って枠開いたのよ。どこ行こうかって。俺は常にリスナーさんと一緒に考えて旅してるんで。パンくんさ、俺の放送向いてないから君他の放送行きなよ。君は俺の放送向いてないよ。他行きな。他に配信者いっぱいいるから。君は俺の放送向いてないと思うよ。他に配信者いっぱいいるから。北目指してるわけじゃないよ。でね、リスナーさんがいるところに、とりあえず北に行ってみようかっていうノリでやってた感じだよ。うん。話聞く気がないね。さよなら。対話のできない人はリスナーさんにいりません。全然。迷惑でーす。うん、自宅だよ、ミーコさん。いらっしゃい。北海道先に行った方がいいかもしんないね。北海道待ってる人多いから。大阪一回行ったことあるからね。大阪も長く滞在するから安心して。大阪も長く滞在するよ。愛知も行く行く。日本全国回るよ。なリスナーさんがいるところに回る感じかな。いないところに回ってもしょうがないから、待ってる人がいるところに回るよ。前科は本当ですよ。前科ありますあります。本当ですよ。隠してないですよ、僕は。ただ、ブロックの基準に関しては、ブロックの基準読んで。偶然だろうね、多分ね。偶然だと思うよ。仙台から。だったら、新宿っていうか、東京からフェリー乗った方がいいんじゃないのかな。どうなんだろう。
あれ灰皿がねえな。ムンタン灰皿ある？あ、ありがとう。サンキュー。牡蠣うまかったね。牡蠣美味しかったね。牡蠣めちゃめちゃうまかったよ。ああいう旅ならではの食い物っていいよね。本当に旅ならではって感じで、すごいいいね。牛タンも有名なんだ。牛タンも有名なんだ。牛タン食ったよ。うん。禁煙はね、俺は結構ポリシーがあって、その、そこはね、一応みんなに話してるんだけど、それで、ちょっと吸うよっていうことは言ってるんだよね。いや、禁煙全然する気がない。だからほら、格闘技の大会があるから、それで言ってくれてんだと思うけど、これ、捨て頃っていう大会に出るのね、俺。それで、まあ、運動するんだったら、禁煙した方がいいんじゃないっていうコメントだと思うんだけど。うん、そうだね、成田からが安いと思う。うん、格安 LLC の方がね。俺もそう思うわ。そうそうそう、格闘技の大会に出るんですよ。でも俺らはさ、ファイターじゃないから、その格闘技を真剣に極めるっていう感じじゃなくて、ファイターとして生きてるわけじゃなくて、その、なんて言えばいいのかな。配信者と配信者が喧嘩でくだらない喧嘩突とかやってんなら殴り合おうぜっていうのがコンセプトだから、リングの上で。俺はそこに乗っかってて、なんか別にトレーニングすらも必要ないと思ってんの。本ちゃんのこと言ったら。こいつとこいつどっちが強いんだとか、どっちがぶん殴り合ったら強いんだとか、そういうのが面白いわけじゃん、リスナーさんは。いや、俺タバコ好きだから。うん。そう、配信者の格闘技の大会で、俺は第2戦に出るんだけど、これ。あ、これステッカーだ。これこれ。うん。俺は第2回戦に出るんだけど、うん。これは多分閲覧ぶっぱねると思うよ。超面白くなると思うよ。盛り上がると思う。金梅さんも光くんも出るし。パソコン、スマホ両方充電器。あのね、俺はね、スマホ配信はなるべくやりたくないんですよ。なんでかっていうと、こういう風に画面切り替えとかをやりたいから、画質もパソコンの方が高いし、なるべくパソコンで配信したいっていうのが、俺の考えで。スマホはほんと、なんつうんだろう、最終手段だと思ってる。うん。画質いい方が面白いからね、配信は。ニコニコ生放送でやってた時はみんなパソコンだったから、その時の古い考え方なんですよ。キャス見てると画質悪いとどうしても萎えちゃうんですよね。うん。せっかくいい風景だったり、いい景色だったりするのに。萎えちゃうじゃん。だから、俺はなるべく、本当にパソコンでやりたいなと思ってたよ。あ、そうだ。牛タンもらったんだ。まだ食ってねえや。のんちゃん牛タン食べる？のんちゃんお腹空いてない？あ、のんちゃんさ、アップルパイない？冷蔵庫に。
ちょうだい。黄色いやつ。ない。え？チキン？何それ？ああ、はいはい、それはいいや。とりあえずアップルパイちょうだい。ありがとう。サンキュー。クレーププリン。クレーププリンもあるの。後で食べるわ。和道流伝承者でね、なんでそんなキャッチコピーがついたのかよくわかんないんだよね。でもまあ前より強くなったと思いますよ、だいぶ。うん。ヒカルくんとのスパーリング見る？見たい人いる？だいぶ強くなったよ。ヒカルくんとのスパーリング見たい人いたら、今キャプリますけど。どうすか？見たい人いる？こんな感じ。流そうか。初期の頃に比べたらだいぶ強くなってると思う。そうっすね。ドルさんにもそれ言われてますね。威力のあるパンチじゃなくて、細かく当てるパンチが必要だって。あ、ありがとうございます。アイテムたくさんありがとう。匿名さん、ありがとうございます。頑張ります。ヒカルくんの蹴りはすごい、重いのもそうなんだけど、スナップが効いてるね。パーンって蹴る。だからサンドバッグの音がいいんだよね。俺の 1.5 倍ぐらい威力あったよ。ヒカルくんは。すごい強い。ヒカルくんのスパ見てみようか。うん。もう2週間ぐらい前かな？ 2 週間以上前だけど。どれどれ、どんな感じかね。あれ？あれ？消えた。あ、やべ。間違えた操作。ちょっと待って。見ようか。最後のやつが多分一番見応えあったんじゃないかな。見てみようか。練習すごいきつかったけどね。ヒカルくんすごいハードだよ。ヒカルくんの練習。すごいいいトレーニングしてる。多分、その教えてる人が優秀なんだろうね、ヒカルくんに。なんかヒカルくんプロになれるトレーニングメニューやってるからね。これ毎日やったらプロになれるっていう風に教えてもらったっつったよ。っていう風にお願いしたらやってくれて、片方坊主、片方ロン。見えてる？映ってるかな？映ってる。この辺か。こんばんは、ゆりさん。この辺だね。見えてる？ちょっと見てみようか。今、ヒカルくんとのスパーリングを確認します。一緒に楽しんでいってください。軽めにやるんで。本気の日は怪我しちゃうし、マウスピース持ってれば歯が折れちゃう。またでも、ヒカルくんと練習やるかんね。試合前に。
お、中ちゃんはどつ。初見さん、楽しんでってください。姿勢はヒカルくんの方がいいね。だいぶマシになったんじゃないの。だいぶマシになってきたよね。これ録画だね。2週間ぐらい前かな。うん、旅先でスパーリングやったんだけど、ヒカルくんと。その時の映像だね。ヒカルくんが通ってるジムね。カウンター入れられたね。結構本格的だよ。お互い練習してんの俺とヒカルくんぐらいじゃん。家でも、いや、旅に出てたから、家でもやってたけど。旅先では、このヒカルくんとのトレーニングぐらいだね。俺がやってる、そう、ヒカルくんの相手が俺です。あの、デブの方が俺。うん。ねえ、バックブローね。バックブロー練習できてないかな。俺はね、左ストレートと右のローを褒められてるね。ああ、そうなんすか。サンキュー。いや、俺、あれ、和道流空手やったことない。俺、五十流だよ。習ってたの。うん。だいぶマシになってきたんじゃないかな。あ、これうまいね。クロスだ。足折れてるよ。うん、いや、ボクシングとか未経験です、全く。空手も小学校の時半年ぐらい通ってただけで。俺はドレさんっていう人に教わってるの。だから素人っすよ。ここ1、2ヶ月ぐらい練習してるだけで。素人。あ、そうなんだ。マジで、夏希さん。教えてもらいたいな。夏希さんプロなんだ。え、夏希さん、もしよかったら教えてもらいたいな。コラボとかできないですかね。うん、いやー、カウンターもらった。まあ、こんな感じだね。他のも見てみる。あ、マジで？東京の人っすか？夏希さん。風船5個ありがとう。あ、ごめん。ぐねった。これ。ごめんね。膝でカウンターもらっちゃって。これごめん、最終日じゃないわ。これ、最終日じゃなくて、ね。ちょっと待ってね。最終日のスパーはこれかな？これが最終日だ。マジで一回教えてもらいたいっすね。この辺か。うん、お父さんには格闘技は教えてもらったことは一回もないね。親父はプロの格闘家ですね。LINE で了解です。お待ちしてます。こっからスパーリングかな。これが最後の日か。これ最後の日だね。多分あとこの辺じゃない。面白い作品。ああ、絶対これヒビ入ってる。ヒビっつうか。すねの具合が気になるな。あの、体勢崩れるもん。あれよかった、あれよかった。1ラウンドきついっすね、ほんとに。1ラウンドほんとにきついっすね。軌道もやっぱね、ミドルとロー分かんなかった。この辺かな。痛いんす
ですよ、当てるだけで。ここね、まだ始まんないね。痩せたよ。前蹴り使う、うん、前蹴りも使ってるけどね。でもちょっとね、まだコツをつかんでないかな。前蹴りは体勢が崩れちゃうんだよね、下手で。もう慣れてないんだよ。これが多分最終日だね。3分長いよね。3ラウンド本当に。分かんないな。やった経験がないから。LINE 追加了解です。後であの、夏希さんって、ふわっちの夏希って、コテハン入れといてください。お腹、まあ俺がデブだからね。百貫デブだから俺が。これね、コンタクトが飛んじゃったんだ、ヒカルくんの。ヒカルくんのコンタクトが飛んだんだ。一回休憩挟んで、もう一回かな。未完結蹴り、前蹴り。まあ、ただね、あと試合まで1ヶ月だから、その、技は、その、いろいろ考えながらやってるよ。その、一発の技ね、一個覚えるのも大変なのに。とりあえず、ジャブはある程度ものにしたかな。ステップインジャブ。ジャブは多分ね、ヒカルくんより早いんだよ、俺。うん、全部当たってるでしょ。ほら。ジャブは結構褒められる。ジャブと右ローは、ね、まあ、試合まであとどれくらいね練習できるかだよな。ね、こっからあと1ヶ月ちょいでどれくらいまで精度上げられるかだな。いや、あのね、16オンスって言ってアンパンマンみたいなグローブだからね、一発当たっても倒れない。バスケットボールを顔面に思いっきり当てる感じだね、威力的に言ったら。顎先かすめるのは難しいよ。パンチでのダウンは考えづらいかな。お互い何発か入ってるけど、倒れないでしょ。
あの防御もでかいから、そう痛いけど、そう倒れはしないじゃん。当たるって分かってれば、ではガードしてたら大丈夫でしょ。そんな感じ。ヘッドギアなしですね、当日は。これ練習だからつけれる感じ。まあこんな感じかな。こんな感じ、こんな感じ。見応えあった。まああとは試合当日までさ、まあ見守ってください。まあ俺対戦相手ね、光くんじゃないからどうなるか分かんないし、青山だからさ。うん、下段蹴り一発で終わりますよ。蹴りは本当終わる可能性あります、あります、全然あるよ。俺ね、体硬いからミドルが打てないんだよ。俺はローしかない。だからローで足壊すとか、そういう作戦かな、作戦的に言ったら。ミドルもね、綺麗に入らないよ。ガード越しのミドルは効かないから。下段蹴りがうまく入ったら一発で終わる。腹もね、腹も一発で終わることない。うん、あるとするなら足の筋切ったりとか、もう関節蹴るの。ガード間違えると死ぬ。やってないと分かんないよね、やっぱり。うん、俺もプロじゃないし素人なりのあれだけど、やってたらだんだん分かるようになってきたよ。強い人は本当に強い。心技体だよ、本当に。体だけ強くてもダメなの。心技体のバランスなんだよね。ほんと勉強になるよ。バンテージに鉛は入れないかな。相手のすねあたりに蹴る瞬間、スナップ意識しながら当てると相手は崩れやすい。基本的に俺はもうストレートしか練習してない。もう一発のジャブ極めたら勝てると思ったから。フックとかアッパーって難しいんだよ。体の軸でこう入れるのね。こう。だから、それよりもストレートの方が距離感が狂うから、ストレート打つのって難しいのね。ワンツーとか。だから俺はもうワンツーに絞って、今回の大会は。特にジャブ。うん、その、こういう体勢からこう、まっすぐ伸びる。こう、なんつうの、残像で見えないかもしんないけど、その軌道が見えづらいジャブっていうのがあるのね。まっすぐ手がそのままボンって伸びてくんの、こう、うん、これだね。うん、これを素早くパッパッパッって、こうパンパンって、ホーリーランド。うん、接近戦は肘が飛んでくるから、膝と。うん、余計危ない距離なんだよ。まあ、どっちが勝つか負けるか分かんねえよ、正直。俺は勝つために全力でやるだけだもん。肘周りなんだよね。肘も膝周り。だから、ムエタイルールだね。簡単に言うと。首相撲あり。関節技がなくて投げ技がない感じかな。あとグラップリングとか、そのマウント取ったりとか、そういうのがない。だから立ち技で何でもありだと思ってもらえた。バッティングもなし、噛みつきもなし、ヘッドバットもなし。肘やばいよ。だからフックいらないと思って、もう距離取ろうと思って、ストレートの距離で戦おうと思って、ローキックとか。
こんな感じだね。肘は本当に頭ばっかり割れる可能性あるからね。本当に危ないよ、肘は。マジで危ない。まあ肘有効なんですけど、相手の肘も当たる距離なんで、警戒しないと。まあ至近距離になったら多分クリンチしちゃいますね。じゃあ本当にパッカリ切れるかな。パックリ割れるからね、額とか。やばいっすよ。ノーモーションのジャブとステップインジャブなんだけど、俺が独学で覚えた技で、ドレさんにパンチが当たんなかったのね、一発を。で、それが悔しくて一週間悩んで、改良したのがステップインジャブで、要は踏み込んでもう、被弾前提で打つっていう、もうカウンターとかもらう覚悟で思いっきり踏み込んで打つっていうのをステップインジャブっていうのを覚えて。そしたら、ドレさんにすごい褒められて、和道が使ってんのはジャブじゃないよって。それ左ストレートだよ。しかもステップインのって。すごいいい技覚えたねって言って。結構褒められたね。ヨドランその人の名前次出したら NG 入れるね。イエローカードね。週末は仕事休み。了解です。だったら、ドレさんの日がいいかな。ドレさんの日曜日の、集まりがあるんで、格闘技。配信したの。その日に集まれると。体重差は、俺が今ね、78キロで、相手が58キロだね。20キロ差だね、今。俺、絞ろうと思ってるけど。今、現時点では20キロ差がある。増量したの。20キロ増やしたんだよね。20キロじゃないか。15キロぐらいか、今。思いっきり増やして82キロまでして。で、そっから今絞ってる。太った方が強いと思ったけど、動けなくなっちゃったから。日曜日確実。あ、了解です。すげえな、80半キロ。でも、やっぱりその、ある程度そのベストの体重っていうか、やっぱ筋肉じゃないとダメですね。動けなくなってハーハーしちゃうから、ある程度その、キレが乗っかってて、ある程度その、なんつうんだろう、筋力も上げておかないとダメだっていうのが、今気づきましたね。もうこっから筋トレしないで、圧倒的に絞っていって、まあ、3分3ラウンド動ける体、フルで動ける体を作って、体重差はそれでも相当あると思うから。あとは相手が蹴り得意だから、その蹴りを封じ込める技を覚えて、そういう感じかな。トライパーティーいらっしゃい。そうっすね。
相手のスピードに引っかき回されないようにしたいんで、まず足ぶっ壊そうと思ってます。相手の足ぶっ壊して動けなくして、肘で仕留めようかな、肘とか膝で仕留めようかな、まあ、とにかく相手がすばしっこいんで、とりあえず足ぶっ壊すのが前提の試合っすね。コーナーに追い詰めてぶん殴ってもいいし、うん、その辺っすかね、計算してるの。でも分かんないよ、実際蓋開けてみないと。俺なんか絶対負けるって言われてたんだから、一番最初。今では絶対勝つって言われてるけどね、え、初めの時なんか俺なんかただのデブで運動したことないさ、ただの配信者だったんだもん。悔しいからさ、走ってさ、トレーニングして筋トレやって、3ヶ月でね、技も覚えて、いろんな人に協力していただいて、それで今があるわけだから。前評判なんか当てにできないよ。あいつももしかしたら今からトレーニング始めるかもしれないもん。そしたらね、またどんどん不利になっていくわけだし、自分が。だから相手に負けないぐらいの練習やるしかないんだよね、俺は。当日、もう結果が全てですよ、結果が全て。結果が全部全てです。わかんないですよ、本当に下馬評。うん。みんなね、何が起こるかわかんないのが、こういう戦い事の世界だから。まあ、本当に強いやつはトレーニングしなくたって強いんだよ。自分は弱いからトレーニングやってるんですよ。一旦自宅戻ってきたね。うん、まあ東京でね、ね、配信するんだったら、自宅が一番いい環境だし、のんちゃんにも会いたかったし、疲れ取りたかったからね。うん。紹介儀あったから。今からトレーニングやろうかな。俺は右利きっすよ。普通の右利き。本当はね、スイッチして右ジャブで行きたかったんだけど、ドレさんにダメだって言われて、で普通のオーソドックススタイルにしました。本当は右ジャブで戦いたかったのね。もう今からは強制は無理だね。左ジャブ覚えちゃったから。今からジャブやり直しってなったらもう大変だよ。
左ストレートにカウンターで左足蹴、カウンターで左足蹴りされたらどうすればいいの？わかんないね。カウンターにどうやって対処したらいいかわかんないよ。それはプロとかでしょ。もうとにかくやるしかないんだよ。俺は格闘家じゃないから。わかんないよ。そんな高度なことやってくると思わないけどね。1ラウンドはしっかり動けますよ。余裕で。今は。余裕で動けるよ。3ラウンドギリッギリだね。ギリッギリ。ゆうすけさんはどっち？あ、そうだ。メンズナックル欲しいんだよな。メンズナックルってさ、あ、メンズナックルじゃなくて、実はナックルズってさ、コンビニ売ってるかな？実はナックルズに捨て頃が載ってるらしいんだよ。実はナックルズってコンビニ売ってる？知ってる？みんな。本屋じゃないと手に入んないのかな？実はナックルズ。買いたいよな。せっかくね、雑誌に名前が載ることなんか。最近置いてない。マジで。掲載されてんだよね、今。雑誌に載るなんてね、初めてのことだから買いたいよね。サークル K にあった。サークル K が全部潰れてんだよね、今。なんだっけ。ファミマに買収されてんだよね。マジか。今週号だか今月号だかわかんないけど、載ってるんだよ。捨て頃が。久しぶりだね、青さんね。家雑が久しぶりだよ、ほんと。なんか違和感あるもん、自分の配信で。久々すぎて。まったりっすよ。落ち着くよね。あ、ありがとう、ナオヤン。風船ありがとう。
サンキュー。相手もありがとう。一旦寝ようかな。一旦お休みになろうかな、僕は。ちょっと今後の配信はまた明日考えようぜ。どこ旅するとか、まず機材を揃えるとかさ。寝袋持ってった方がいいかとか、いろいろあるっしょ。また明日も来て。じゃあみんなおやすみ。アイテムたくさんありがとうございました。おやすみなさい。また明日。みんなおやすみ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。